震度7の地震を想定した訓練です訓練には三重県警鳥羽警察署のおよそ100人が参加し落石で車の中に閉じ込められた人をエンジンカッターなどの工具を使って救助する手順などを確認しましたまた停電で信号が機能しないときに行う手信号の動作をきびきびと繰り返し災害の発生に備えていました